どうもイサプロスプルス。赤ペンって普通に使ってたらインク使い器用に何回かかかるじゃないですか。それだけの量のインクをね、この真っ白の中に使い果たせば、この外紙みたいに真っ赤になるんじゃないかということで、この赤ペンを使ってね、この紙を熱通していこうと思います。まずはまあこの赤いやつを取って、それではいきますか。ゴムで使うのはなんかうるさ、むちゃくちゃうるさい。これやばいよ、これゆっくりやんと紙に穴開いちゃう。まあとりあえず全体的にね、赤を塗ってみたんですけど、どうですかね。これ見て白だと思いますか、赤だと思いますか。まあまだ白かな。なんか幼稚園じゃ中書きしたみたいな感じになっちゃいますけど、これまだまだですね。とりあえずね、ここを塗りつぶしてみたんですけど、これだけでもう完全に赤ですよね。あれですね、これどっちかっていうともう塗り絵の感覚に近いのかもしれない。はい、どうでしょうか。うん、縁を赤で色々してみたんですけど、まあ、ただね、赤に塗りつぶすだけだともう小学生の落書き感みたいな感じになってたんですけど、まあこの縁に塗ったことによって赤い紙という印象が増したんじゃないかっていう。はい、まあというわけでね、こっからはまあ塗りつぶしていくだけなんで、本当に使いました、これ。もうね、縁をこうやってちま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 塗るの本当に使えた。あとこれずっと塗ってると、ね、紙がボロボロになってくるんですよね。だからちょっと縁の方がボロボロになっちゃったかなっていうのがあるんですけど、ことがないと思ってない。それからもうなんかずっと赤を見てるせいか目が痛くなってきましたね。あー、これきついな。まあまあでもインク全然減ってなくね、これ大丈夫これ。まあ頑張ろう。いや、これなんかやってるうちにだんだんテクニックみたいな技みたいなのが習得できてきましたね。まあ何個か種類があるんですけど、まずこの辺の端の方を塗ってくるのってこうやって長方形で、同じような大きさ、うるさいな、同じような大きさの円をこうやって描き続けるっていう。どうですか、これでだいぶここら辺が来る。そんであと、まあ、この辺を抜いたいなって時にこうやってだんだん大きさを小さくしてくることによって真ん中の方が来るっていう。どうですか、赤の密度がこれで増しましたと。であとはまああんまり意味ないんですけど、こうやってまああの塗りに抑揚を持たせたい時に何言ってんだ。まあ、あと、まあ、こうやって線を引く。まあ、線はね、一貫性を持ってるのでね。もうなんか、周りに惑わされずに赤をずっと、ここの線は赤だっていうことがずっと言えるんで。まあ、そういう意味で強いです。あとね、このジグザグ。まあ、これが一番多いですかね。楽なんで、一番。それでね、この5種類の塗りをね、うまく組み合わせることでね、演奏みたいなことができるんですよ。で、やりますよ。どうでしたか？これが赤ペン合奏。はい、じゃあ続きやっていきましょうか。ちょっと穴開いてる。これちょっと穴開いてるんだけど、まあ いやもうどうでもいいどうでもいい。あとこれも塗り方が必要ですかね。このこうやってペンを上下させてっていう、一番早く塗ってる気がする。めちゃくちゃ腕痛いね、これ。ダメだ。なんだか見たらたくさん買ってきたので、ここからは塗りつぶしがいいですかね。じゃあちっちゃい、まあこういう空白地帯をね、どんどん塗りつぶしていきます。なんかちょっとね、塗ってるうちに気に入ったリズムがあったんで紹介しますね。どうですかこのリズム、結構なんか良くないですか。ちょっともう今
赤に塗りつぶされた部分がライフ大きくなってきたので、この塗りつぶされている部分同士をちょっと繋いだりしてますね今。ちょっとこの塗り方だと人差し指がだいぶ使えてきたので、こういう感じでも塗り方を変えていこうと思います。ちょっとこの塗り方だとたくさん穴が開いちゃうの で今度はこういう持ち方にしようと思います。まあ、いろいろ試したんですけど、やっぱりこの持ち方が一番いいんですね。はい、なんとかインクを使い切ることができました。もうこういう感じでね、もう全然書いてもらえてきた。もう、いや、あのですね、本当にですね、出てこないときに出てこないんですよ。いや、もうね、ほんとたまーにかすりかすが出てくるぐらいで、はい、もう。いや、もう使い切りました。もうね、最終的に、まあ、こんな感じになりました。どうですか、これ。まあね、これと比べるとね、まあ、真っ赤さという点では音だと思うんですけど、まあこう機械的なね、のっぺりとしたやつとは違って、もうこのね、手作業で丁寧に作られた、この美しさですよね。もう赤の美しさという点ではね、まあこっちの方が勝手だと思います。まあ、さらにですね、このね、まあ、白い点ってあるじゃないですか。こういう。これ、サラミを連想させませんか、この赤っぽいやつに、白いやつ。まあ、とにかく美味しそう。さらに、あの、まあちょっと、わかんないんですけど、ここから、画面だと。でね、鼻を近づけて嗅ぐとね、焼きたてのパンのような温かい香りがするんですよ。まあ、赤はね、炎を連想するのでね、温かい匂いがするのは当然ということでね。はい、まあ、というわけで、はい、まあ、赤ペンだけでこんなことできるんです。で皆さんもね、まあ、赤い髪が欲しくなったらどうでしょうか。まあ、裏もね、なんか、結構味がある芸術的な感じになってるんで、もうちょっとずつ開いたねとかね、この線がね、この点ですね。さっきやった5つの赤ペンの用法みたいなやつもね。はい。というわけでね、今回はごめん。それでは、また、この